はい、渡辺明です。今回もスペシャリストルインに、大技のクロスのハーデス装備チャージ、コンカッションのクロスで、ニュークタウンのキルコンをプレイしてみたいと思います。これもうちょいでレベル上がるからね、レベル最大になるからね。で、武器プレステイツマッセルになるから、そしたらレベル、クラス変えるからね。はい、頑張るぞ。いない。はい、面白い。あの景色か。あ、レベル22。あれです、レベル14になった。変えるよ、これ。これに、あ、どれに変えようかな。スワット RFT に変えよう。間に合った。5キル。うまい。コンカッションそのまま組み合わせてるんだよね。プレステージないんで永久暗録したから。あ、ダメだ、死んだ。これ味方何やってんだよ、助けてくれよ。ああ、ちょっと協力的じゃねえな全然。お、レベルアップ。全然使ってなかったから。音が独特的だね、これね。面白い音出すよ、これ。グラブスラム意外とね、出すタイミングが難しいんですよ、これ。よし。よし。いろんな武器使わないと。音がなんと見えない、これ。ああ、ありがとう。助かった。14キル。ひで。ここだ。これ全然使ってなかったからな、この武器。弾が少ないからな、これ。よし、コンカッション効いてるぞ、これ。今のコンカッションめっちゃ効いてたぞ、今。モロに食らってたから、今。19キル。まあ、キルペースいいんじゃないですか、これ。ただ、まあ、取んなよ、調子乗って。すぐ試合終わるぞ、これ。キル数伸びない、これ。こんなんじゃ。ここだな。ここだ。あ、ここだ。ああ、ショットガンんだ。ちょっと早く終わるな。ちょっといまいちだな。タグ取りすぎでしょ、これ。よし、オーライ。コンカッション。くらった。あ、ダメか。効いてたけど。21キロ。すぐ終わるな、これ。ちょっと早すぎるな、終わるの。
よし。よし、終わりだ。25キロいいんじゃないか。支払いに見よう。キル数ちょっと少ないけどね。これじゃないかな、ベストプレイ。ちゃおうか。ノーマット。やっぱりサーマル強いよな、これ。タイタンだろ、これ。タイタンにサーマルめっちゃ強いからな。かなりの極悪武器になるから、これ。無双できるから、これ。で、取ってるね。スチールやってんだ。面白い。ちょっと今、1月27日、日曜日、17時頃、17時、あの、1分なんだけど、ちょっとやりたいんだけどね、19時ぐらいまで。でも、今日あの、大相撲があの、千秋楽を迎えるんでね、ちょっと、相撲ちょっと、見たいんでね、ちょっとこの試合でちょっと今、一旦ストップしようかなと思って。RK 戦部ガリソン。解除。あ、マックスなった。やったぜ。はい、プロメンさんありがとうございました。やりたいけどね。どうでしょう。あ、進んでないな。あ、でもマックスなったね。よし、マックスだ。武器プレステージ。あ、見てよ。これ、ちょっとね、まずね、オペレーターモッド、メインオペレーターモッドにして、これ外して、これね。あ。あ、全部組み合わせられるのか。クロスバー、エイムが焦点を絞った腰打ちに置き換わり、弾のばらつきを抑えて移動速度を向上ってことでね。ああ、なるほどね。あ、上のあれだね。あ、これね。これね。ああ、なるほど。コンカッション使うんで。パークはスカベンジャーと、何がいいかな。フラジャケあたり、ちょっと。これで武器プレステージ2突入します。武器プレステージ2に突入。ハーデスの武器レベルをリセットし、全アタッチメントを再びロックする。代わりに武器にキルカウントを表示させ、武器レベルごとに再び XP を獲得できるっていうことでね。武器プレステージ2に突入しました。で、これでキルカウンター。でも、自分はクランタグしかつけないからね。あと2個貼り、あの、空きがあるね。あ、そっか、ゴースト入れようか。はい、これで、いきます。はい、今回、オーダナのクラスのね、ハーデスに、スペシャリスト、ルインを使用して、ニュークタウンのキルコンファームドをプレイしてみました。あと、よろしければ、チャンネル登録の方も、ぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。